なんてことだ。天使で聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。カヨウの言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ。さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。
あんなところにも。まったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもんを。無事だったか。はい。お父さんたちは。お父さんたちすぐ近くにいたから。まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん。悟空、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪のねえもんを次から次へと殺しやがって。偉そうなことを言えば、貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。俺が滅ぼした。
サイヤ人は何となく気に入らないのよ。今度は俺が貴様を滅ぼす。サイヤ人、いい加減にしろ。このクズ野郎、早っ。あっ、横は星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。な、何者だ？とっくにご存知なんだろう？俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー。終わりだ、フリーザー。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ！しまった！チッ！パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ、フリーザー。貴様がフルパワーになるのを待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。